ろんな方が見に来てくださってるので、もう僕たちも試合もそうですし、観客がいることですごくやりがいを感じてやらさせてもらってます。もう本当に書いてくださったことにとてもありがたく感じて、はい、もうさらに試合頑張っていろんな方に書いてもらえるように頑張ろうと思いました。はい、まあ、コロナ禍ですし来れる状況は難しいですけど、まあ、インターネットで配信もされてますし SNS を通じて応援してくれたら嬉しいです。はい、お願いします。My name is Sami. I'm from Nigeria. I'm a forward player of my team. And I'm so happy to be here in Tuno. And my answer is I'm happy with the fans for the fall game. It was a good game. Thank you so much for the fans supporting us. And you give us energy, the power to play our fall game at home and we win. We are so happy. And from Sami, I'm saying thank you so much.I'm so happy to be in Tuno and to be in this team. Thank you. Last year, I've been working here, but the farmers of Tuno and the neighbors and the people who have been supporting us, I've been seeing the stand from the ground. I've been seeing it.そういう人たちが来てるとやっぱり頑張ろうっていう気持ちもなるし、ちょっといつもと違う一面っていうのは見れると思うんで、そういうところ見せたいなっていう気持ちには絶対なると思うし、でサッカー詳しい人は分かるあれだと思うんですけど、あんまりサッカーも詳しくない人とかも絶対見に来てると思うんで、やっぱこう楽しんでもらえるようなプレーとかそういったものはみんな一人一人が意識してプレーしてるんじゃないでしょうか。あと14節ぐらい多分残ってると思うんですけど、その先にまあもちろん JFL 昇格っていう目標があるんで、一つも落とせないっていうのは当たり前なんですけど、まあ今チームとしても目の前の試合に一つずつ今挑んでってるんで、で一日一日の練習っていうのを大事にしてるんで、まあそういう積み重ねが結果につながってるのかなって感じですね。